はい、というわけでどうも寝起きです。今回はジャンプチなんですけども、本日お知らせ更新されまして、次の配給大特集祭の新キャラ公開されたんで見ていこうかなと思うんですけども、こちらというわけで、新記念キャラクター、真のエースへの覚醒アズマネアサヒ、ほんでもってコートを制する大王様及川殺人サーブと、ほんでもって岩さんというわけで、岩泉さんかな、はい、新キャラ公開というわけで、まさかの限定キャラ2人、これは思ってなかったね。だいたいね、4周年とか周年後の、大特集祭で限定1人だけなんですけども、今回2人来たというわけで、しかも朝日先輩と及川さんというこのラインナップ、これはちょっと予想してなかったね。まさかこの二人が来るとは。まあ、配給って言ったら僕のイメージやっぱりこの日向と影山で、日向と影山単体の限定いないんで、ここで登場するかなと思ったらまさかの全然違うというわけで、まずは朝日さんなんですけども、まあカラスノのエースですよね。これ全国大会編ってこれどこなん、アニメで言うところの。僕はアニメしか知らないんですけども、なんかさ、ごっついブロック強い高校はあったり、なんか鉄筋高校みたいなさ、もう見るからに強いブロック強そうやなっていう高校とは相対した先輩かな、これ。ここでいい感じに朝日覚醒しましたよね。それなんかな、過去のこのトラウマを乗り越えてみたいな、そのパターン。そのあそこって全国大会なんかな、わかりません。ほんでもって、殺人サーブ先輩というわけで、こいつに関してはルックスバカかっこええな。めちゃめちゃかっこよくなっとる。このイベキャラの及川さん、ちょ見る、もうね、5年ぐらい前に登場したイベキャラ及川さん、今青属性に今いらっしゃるんですけども、どこや、これよ。こんな可愛らしいルックスからお前かっこよくなって、なんかね、3周年あたりからね、キャラの BGR めっちゃかっこよくなってんな。で、及川さんって下の名前トールって言うんや、及川トール。これ安室さんと一緒名前やんな、これ下 G も多分一緒ちゃう、あ、名探偵の。なるほどね、まさか敵キャラクターら来ると思ってなかったな。これはちょっと及川さんなかなか引く人多そうな感じしますね。でも属性を分かってるんですよ。この朝日が赤属性で、この及川さんが緑属性と、なってます。まあ、性能どんな感じになるんか、まあ、僕の予想すんのはこの朝日が、火の赤属性の必殺ダメアップ最強キャラクター。今属性の必殺ダメアップってまだ更新されてないやんな、赤属性って。だからまあ僕はそれ来るって予想と、まあ及川さんはよくわかんないんですけども、まあ周年後なんでね、まあそんな真新しいもんは何もなく、まあありがちやなって性能でまあ収まるんじゃないかなとは思うんですけども、まあキャラ的にクソ人気なんでね、これはちょっとなかなかですわな。んでもって岩泉はじめさんかな、及川さんと同じ高校の、高校の名前ちょっと知らないんですけども、この人が新キャラとして来るんか。はあ、どういうくくりになってんのかよくわかりませんわ。はい、カラスので全員染まるかなと思ったけど、でこいつがおそらくガチャキャラになるんですかね、及川さんが限定なんで。今回ガチャキャラ一人だけっていうパターンなんかのこの人だけって、まあそういう大特集戦も過去にあるんで、前の鬼滅みたいなね、まあそういう可能性も全然あるし、田中先輩こうへんのかい、トゥーザトップのさ、ブロッカーをもろ鋭角な角度でアタック決めたシーン、めちゃめちゃかっこよかったんでね、田中先輩来てほしいなと思うんですけども、まあ、ちょっとどうなるんか、まあ明日も新キャラ情報まだまだ続きますんで、まあ、楽しみですわ。